前田さんも、ちょっと先の話になっちゃいますけど。でもね、はい、佐山さんが後になってシュ、しゅ、しゅ、あのー、シュートを始めて。はい、なんかもう、ずっとそういう。プロシュートに疑問を持ってたとか、言うんですけど。ね、俺、今でもはっきり覚えてるのは。<laughs> うん、あの、イギリス行く前に、はい、佐山さんが、タイヤマスで帰ってきたじゃないですか。ね、であの時、俺、合唱、合唱同士だったんですよ。あ<ー>で、俺、イギリス行くっていうのは。 澤部、はい、さん、その話したら、はい、やっベンブリッジって,う人やって面倒見てもらもらえるからね、はい、なんか、心配ないよって話してて、で、はい、でなんだか話した時に、はい、いや俺、こんなちっちゃいし、なんかもう、どうやってそういうチャンスあるんだろうと思ってたから、もうもうメキシコとかイギリスね、ずっとやっていくんかなと思ったんだけど、日本でこういうチャン,チャンスは巡ってきて、すごいもう、ユ猪木さんとか新村さんに感謝してるって言ってたんだよ、俺には。ううん。こ本当にまただ,だ。 だて騒ぎもあったりとかして新日本プロレスの中身がいろいろ動いてる時期もありましたからねで,で多分僕が今思うに、はい、まあこの年齢になってからですけども、はい、その自分を正当化する時には、はい、なんか他のことをちょっと違うもんだって言いたくなるんでしょうね、はい、と思います、はい、あのそれも多分佐山さんのその当時の年齢の口が言ってしまったことであって。はい 今また多分聞いたら違う言い方するかもしれないですし、うん、僕はそういうふうに理解してますね山崎さんはそのタイガージムのインストラクターになられるわけですけれどもはい、はい、当時そのタイガージムで、えー、追求されていた、まあ、いわゆるシューティングっていうか新しい格闘技っていうのはどういうものだったっていうふうにた僕の感覚ですけど、はい、そのさっき言ってた道場でスパーリングすることと、はい。うん メインの選手が出てきて試合で使うことと技は全然違うんですよ。はいはい、で、佐山さんもおそらくあのごちさんのところに行ってるし、えー、藤原さんともスパーリング何回もしているはずですし、はいえー、そっちからこの僕もそういう思いがあったり、多分前田さんもそういう思いがあったと思うんです。はい、そのスパーリングでしていることをお客さんの前で何でやらないんだっていう疑問点があったりする。 でそれをあの、まあ、佐山さんっていうのはいち早くというかそ,それをたまたま「シューティング」っていう名前で総合格闘技のことをしたいってなった時に今度自分を正当化するためにプロレスを否定しなきゃならなくなったんじゃないかなと思いますね。